どうも本日は、ボジョレの夕べ、イベントに皆さんお越しいただきましてありがとうございました。それでは本日召し上がっていただきましたボジョレヌーボーのおさらいといいますか、内容をちょっと簡単にご案内させていただきます。向かって、左側こちらのはヌーボーですね、ルーポーと入ってます。まあ、あの英語読みだとポットになります、フランス語だとポーになります。もともとこのワイン、この地域だけのオリジナルの容器のことをポット、ポーというふうに呼んでおりまして、それでこのワインのラベルに POT と入っています。ボジョレ・ビラージュになります。ビラージュというのはヌーボーと違いまして、34の地域の指定された村から産出されたガメイというブドウで作られたのがボジョレ・ビラージュになります。結構あの召し上がりやすいかと思います。今年も非常にいい状態で出来上がっております。またのお越しをよろしくお願いいたします。こちらのワインですが、あの日本のデザイナーの方、スネアあゆみさんという方が、デザインをコンクールに出されました。でそのコンクールに出されたラベルデザインが、入賞いたしまして、その記念のラベルがこちらのワインを飾っております。こちらも非常にお召し上がりやすく、いろんなお料理に合わせてお召し上がりやすいのではないかと思います。またどうぞよろしくお願いいたします。